本日はお忙しい中お集まりくださいまして誠にありがとうございます。それからインターネット中継をご覧の皆様こんにちは、ただいまより新日本プロレス恒例の記者会見を始めさせていただきます。おかげさまをもちまして戦国演武絆プレゼンツレッスルキングダム11 in 東京ドーム大盛況のうちに幕を閉じることになりました。皆様のご協力のおかげという部分も大きいと思います。新日本プロレス2017年最高のスタートを切ることができました。今日はその2夜明け会見ということになりますけれども、また次の予定決まっております恒例のファンタスティカマニア、7戦の対戦カード、資料を今お手元にお配りしておりますのでご参照ください。特にですね、今年は大変好評で後楽園の3連戦につきましてはもうすでにソールドアウトしております。昨年以上にパワーアップしたラインナップになっております。対戦カード増えておりますのでこのあたりもしっかりとご確認いただきたいと思います。さてそれではですね、にやけ会見、今日主役をお迎えしたいと思います。東京ドーム大会はメインイベント実に46分を超える激闘を制しまして2度目の防衛に成功しました IWGP ヘビー級チャンピオン岡田和親選手をお迎えしたいと思います。それではおととい東京ドームで46分45秒という激闘を制して2度目の防衛に成功しました IWGP ヘビー級チャンピオンの岡田和親選手です。改めて防衛に成功しました、昨日試合がありましたけども、現在の心境を伺ってもよろしいでしょうか。はい本当に今までたくさん、激闘というのはしてきましたけども初めての死闘だったんじゃないかなと思います。本当にやってて死ぬんじゃないかなと思いましたし、ケニオメが改めて強くて何をやったら勝てるんだろうと思えるような相手でした。そのケニオメガを超えたことによって自分もかなり自信になりましたし、日本でも盛り上がりましたけども、本当世界中に響いたとてつもない防衛戦だったんじゃないかなと思います。まずその東京ドームの試合に関してもう少し伺いたいんですけども、当日は地上波でも放送があったということで、どうでしょう、毎回東京ドームのメインイベントというのは反響大きいと思いますけど、今回岡田選手のちょっと聞こえてきた声だったりとか、それどういう反響があったのか。そうですね、やっぱりすごい試合だったねと、勝ってよかったねというのも大丈夫っていう、心配の方がやっぱ多かったですね。日本ももちろんすごかったですけど、やっぱり世界から来る内容の方がすごかったです。すごい試合だっていうのもそうですし、本当世界中のいろんなレスラーからすごい試合だったねっていうふうにも来ましたんで、本当に気に入って戦って、世界に響いたんだなと、世界中のファン、レスラー、関係者に響く試合ができたんだなと思います。試合中も怪我というか結構目に見えて現実になりますけど、その現在その体というか、その怪我的な体調的な部分ではこの試合のダメージというのはどうだ。未だに残ってますね、首も痛いですし、ちょっと頭痛もするんですけど、頭打ったから、もちろん首から響いてるのもありますし、脇腹もそうですし、背中切ってる、痛いとこだらけですよ、でもそれがやっぱり IWGP の戦いだと思ってますし、別に他の人とやってこのダメージが残らないわけでもないので、それがこのベルトの戦いだと思います。試合後はかなりケニー選手を認める発言もされておりましたけども、昨日の人は後楽園で、ケニー選手がちょっとしばらく休みを取るというか、急リングから遠ざかるというような発言があったんです。これに関しては何か。それちょっと僕すみません、初耳だったんですけども、出し切ったんじゃないかなと思いますね。燃え尽きちゃったんじゃないかなと。僕はもちろん燃え尽きたところでこのベルトがあるんで止まることはできないですし、
まあ、もっともっと、おとといの試合がやっぱすごい試合だったって評価されますけども、まあ、どんどん、まあ、おとといの試合を超えるような試合を燃え尽きらずにですね、今年防衛戦やっていけたらいいなと思います。まあ、ちょっとやっぱり記者の方も多分気になっていると思うんですけど、まあ、昨日の後楽園ホールで、まあ、鈴木軍、はい、まあ、およびやっぱ鈴木ボスの鈴木の選手が来て、まあ、宣戦布告というか新日本プロレス全体に宣戦布告という形だったんですけども、まあ、明らかにやっぱりその、岡田選手であり、まあ、岡田選手ということはちょっと、まあ、発言的には言及はなかったんですけど、はい、まあ、IWGP を狙いに来ているのかなというのがありまして、まあ、ちょっと屈辱的なシーンだったと思うんですけど、まあ、その一連に関して改めて伺いたいです。まあ、そうですね、まあ、新日本プロレスを狙うっていうことは、まあ、このベルトを狙ってくるということだと思いますし、まあ、もちろん、まあ、まだ何も決まってないですけども、やるんであればやりますし、もちろん昨日鈴木さんこのベルトに手をかけてましたから、もうもちろんこのベルト欲しいんだと思いますし、まあ、それはやるからにはやりますけども、でも今の俺はなかなか強いですよと、あなたケニオメガとあんな強いケニオメガ倒せますかとのは言いたいですね。まあ、今まで2年間ですか、新日本いなくて、まあ、他の団体でやってたかもしれないですけど、まあ、その2年間で新日本プロレスはどこまで来たかってのを教えてやりたいなと思います。やっぱりこの2年間やってきたことに相当な自負があるという。もちろんそうですね、はい、まあ、2016年もいろいろありましたし、まあ、2017年、まあ、始まったばっかりですけど、キリーとあんだけの試合して、まあ、自分もしっかり新日本プロレスを背負ってますんで、負けられないですから、まあ、決まったら、まあ、僕も昨日あんだけやられた放題でしたから、まあ、そのまま終わらずに、決まったらやりたいなと思います。昨日 のオメガ戦ですけど、はい、東京ドームの、はい、まあ、日本のファンに、まあ、届けるかもちろんですけど、やっぱり世界をこう意識した戦い、特に、まあ、WWE とかそういうところを意識した戦いっていうのは、岡田さん自身はどうだったんですか？別に僕は意識してないですけどね、まあ、やっぱり、まあ、東京ドームだったので、まあ、そして相手もケニーオメガだったので、まあ、そういう戦いになるだろうなと思ってましたし、まあ、やっぱり相手がケニーオメガだったからこそ、まあ、その海外の人もケニーに取ってほしいっていう思いがあったと思いますし、それが結果的に世界に響いたんじゃないかなと、まあ、あれが岡田棚橋だったら響いてない部分も、岡田ケニーだったからこそ世界に響いた部分があるんじゃないかなと思います。去年のドームで棚橋さんを呼んで、はい、まあ、今年から新しいレッスルチームの、まあ、大会テーマ曲とかできて、11から新しいドームって意識してたと思うんですけど、はい、それ伝えられたと、新しいドームが始まったという感触は、そうですね、まあ、まあ、本当のレッスルキングダム11から、僕は1から、1から10までが一つのレッスルキングダムだと思ってて、まあ、11からまた新しいレッスルキングダムだと思ってるんですけども、本当にまあ、その11からいいスタートが切れたんじゃないかなと思います。まあ、そして2017年もいいスタートを切れたので、どんどん2016年以上に盛り上げて行きたいと思います。どうですか？はい、どうぞ。昨日は相方たちがやられてしまったんですけど、はい、鈴木軍というユニット、鈴木稔という選手に関しては、どういう印象というか、まあ、2年間は離れてた部分があるんですけど、はい、印象およびそのを伺いたいんですけれども、まあ、僕あんま知らないですよね、他団体に何してるかっていうのは。まあ、そこが、まあ、すごい団体だったら言いますけども、まあ、僕たちのところまで響いてないというか、なので何してたのかも知らないというのが現状です。じゃあ2年前の鈴木君から
その印象が変わりようがないという感じ。そうですね、はい。ジャージが変わったなぐらいです。それぐらいです。まあ、以前鈴木選手は IWGP をかけて、まあ、その時あの岡田選手を下してますけども、はい、まあ、その時の印象でもいいんですけども、まあ、改めてその鈴木みのるという選手、どんな印象があるんでしょうか。まあ、僕はやっぱりいつまでたっても鈴木みのるというレスラーは嫌いなんだなと、まあ、あの防衛戦からの時もそうですし、改めてそれを昨日思いましたね。はい、まあ、うん、まあ、いろんな人、やっぱり嫌いでも認める部分はありましたけど、まあ、もちろんそれはケニーもそうですし、まあ、それはやっぱり鈴木みのるに関しては、そんなことは絶対ないなと思いました。認めてる部分もない。認めてる部分もないですね。はい、基本的な質問で申し訳ないんですが、岡田さんにとってあの新日本プロレスのエースという言葉はどういう意味合い？まあ、エースと名乗ってる方は他にいるので、はい、まあ、まあ別に僕がエースだっていう思いはないですけども、まあ、ただ単に、まあ、僕は新日本プロレスをもっともっと、まあ、一昨日の試合もそうですし、まあ、日本に世界に響いていくように本当に新日本プロレスをただ大きくしていきたいなというだけですね。岡田さんの中では新日本プロレスまだ足りない、そう感じているということですか？まだまだだと思います。はい、もうもっともっといけると思ってますし、プロレスってのはまだまだ面白いんだよってやっぱ知らない人も多いと思いますし、プロレスの素晴らしさを、新日本プロレスの素晴らしさをどんどん僕がやっぱ先頭に立って見せていきたいなと思います。あの先ほど海外のレスラーからもこう認める声が届いたというのを申し上げましたけど、はい、具体的にこう誰から来たみたいなやつは任せる感じですまあまあまあいろいろですよ、はい、まあ、もちろん ROH の選手もそうですし、まあ、メキシコの選手もそうですし、まあ、僕も本当にいろんなところに、まあ、イタリアもいたりイギリスも友達いたり、もちろん WWE の選手が来ましたし、いろんな選手が世界中から来ましたね。もう早速ですね、1月13日から、はい、次のシリーズ、まあ、ちょっと短期シリーズなんですけども、ファンタスティカマンに始まります。で、まあ、もうコラケンホール大会は3連戦が前より全部完売しているというような状況なんですけども、小川選手ってこのファンタスティカマンってどういう大会ですか？僕も始まりはメキシコなので、まあ、本当にプロレスの楽しさを、まあ、改めてこう味わえる大会ですね。まあ、自分の中でですね。まあ、でも別にお祭りというので終わらせる気もないですし、まあ、しっかり僕も楽しみながら盛り上げて、しっかりこの IWGP チャンピオンっていうのを、まあ、それもメキシコ人の選手も来ますから見せつけて、やっぱ新日本すげえなっていうのは見せていきたいなと思ってます。よろしいでしょうか。じゃあ最後私から質問ですけど、はい、東京ドームでセミファイナル棚橋選手が負けましたが、はい、この結果につきまして岡田選手どう思いますか？なんか寂しいなと思いますけどね、はい、まあ去年まで、ずっと、まあ、何年連続かメインで出てて、まあ、去年僕に負けて、まあ今年、まあ去年まだずっと、まあ、欠場したりもあって盛り返してくるのかなと思ったところで負けてしまったので、まあ、やっぱり今はもう田中さんよりもナイツさんの時代だったんじゃないかなと思いますね。